のマスクはなんか自由らしいですからね。あのどっちでもいいみたいな、マスク外してもいいみたいな、そういう話僕はしてますけど、外してもいいらしいですよ。外した方がいいのかな。まあいいや、まあ転換になりましょう。じゃあどうぞやってください。やったらあの精神状態普通なの、普通だから、こう彼女来るんだよね、だからまあこうやってやらないので、自分の想像し、なんていうのかな、来たらやっつけちゃうんだけど、あの普通の顔してやってるの、普通の顔して、だからこうやって狙ってないの、狙ってるの 見せちゃったらやられちゃうんだから、こういうとこ見てたらやられちゃうの、だから気にしないっていう、そう気にしねえんだよって、そういう感じ、それをやっつけちゃう、やっつけるのは予定してる、でもやっつけちゃうんだよって、こうやってやったらやられ、やっつけられちゃうなって彼女は思うわけよ。だから知らんぷりして、知らんぷりして持った瞬間にやってんの、これ内心は出さないので、普通の精神状態、普通の精神状態じゃないと固まっちゃうから、で普通の精神状態でこういうふうにやって、でパッとやって、それの練習だからね、こうやってこうやって、これってすごく良くないの、バレちゃうんだよね、ほらほら彼女ね、取りにしょうがないから来てんだけど、こうやって取りに来てんだけど、ほら彼女がこう見てたらさ、取りに来たくないよね、でも知らんぷりしとこうと、知らんぷりしてるから、知らんぷりしてる、それ練習だから、日常生活の練習なのね、そういう話、そういう話やってます、知らんぷりしてやってんの、でもやっつけちゃうのね、やっつけちゃうの目的だから、いやいや合気道だけどやっつけちゃうの、またやっつけちゃう、じゃあ少しやりましょう、どうぞ次やってください、手持ち替えんので、彼にちょっと持って、こうやってね持って、ここ持ち替えたらできない、知らんぷりして持ち替えちゃう、いつの間にか持ち替えてる、いつの間にか軽いこうやって、でこうやってね、こうやってこれ縮めたら彼の方が力強いの、だから絶対取れないの、取れないよね、ほら縮めちゃったから、でも出してる、向こうへ出してるとこうやってやるだけ取れるよ、出してる、ね、縮めたら取れない、でもだからこうやって自分が中に入って相手を出すの、で向こうへ出してどうぞってやったんだけど、転換の時ね、その時にこうやってやれば取れちゃう、でそれ分かんないようにこうやって、いつの間にか取った、こっちも手自由になるね、でこれでいろいろできるのね、こうやってね、こうやって、ほらこっちの手自由、いろんなことできる、こっちの手こうやって入っていくとこでやる、で思ってんだけど知らんぷりして、ほらマジ取れる、分かってできる、ね、そうこっちの手自由なんでしょ、だからこっから掴んじゃったから、こっちの手は自由じゃないよ、この手はね自由じゃない、掴んじゃってるから、掴む以外できないの、離さないとできないの、ポカってできないので、掴んじゃってるから、でもこっちの手は自由だ、こっちはほらいろいろできるね、こうやって逃げたりとか、で今度は持ち替えの練習ね、持ち替えの練習の時には縮めちゃいけないってのは僕だから、縮めないように相手を出してさよなら、で本当武道だったら、手ほどきっていうのね、あの手ほどきこう持たれちゃって、グッて持たれちゃって、ここに行っちゃったらできないの、でも中に入って出してるんだ、これ必ずね、これ手ほどき、手ほどき真ん中でこうやってで出して、これで自由、そういう話ね、その練習だからね、あのやりましょう、適当に連れてくればこうなるね、こうやって下入ればこう何しろ切ることね、切る、こっちの手に乗り換える、乗り換える練習、この乗り換えたら今切っちゃったけどさ、こう乗り換える、そしてこう乗り換えて何でもいいから乗り換えて、乗り換えて
ポカッてやって、これでもいい、どうでもいい、何しろ乗り換える練習ね、乗り換える練習、ポカッ乗り換える練習、そういう練習だと思ってちょっとやって、ね、乗り換える、こっちの手からこっちの手に乗り換える、こういう練習ね、よしやっていいよ、こうただこうやってやってもいいよ、じゃあ乗り換え練習やりましょう。この手取りに来るときにさ、これ美味しい手なの、美味しい手ってことは取って引っ張り込んでやっつけるとか、やっつけれると思ってんの彼はね。でもこういう刃物とかそういう持ってれば来ないんだよな、このこうやっぱやって逃げちゃって、でも美味しいから取りに来たんだから、美味しい手見せるってことは大事なの、まずい手見せたんじゃ来ないんだからね、だから美味しい手取り替える、でそこの練習、その練習なんだね、で美味しくなっちゃダメなんだよこの手ね、美味しい手を見せて、餌だから餌じゃあ、こう言ってやったって取りに来ないんだから、誰もね、美味しい手見せて、で練習だから、まあ仕事だから取る稽古だからね、取ってくれるんだけどさ、で話何やったの、あ、そうで今度さ、これこっちから、今はこっち出した、こうに切りたいの、これ下手するとないんだよね、やってる間に来たのとか、そう蹴りがしたり、でもこっち帰ると一緒にこっちだ、わかる、あの設置ないから、こっち詰めちゃうの、こうやってやると合流がこっち行っちゃうから、でも捨てちゃうと思って、いらないよ、捨てちゃうと外で出るよね、向こうへ、そして後ろ入る、でこうやって捨てるとこの肘がね、ポカッて来ちゃうの、だから捨てると同時にこう持ってる、そうすると回ってこないね、で後ろに入っちゃう、そして分かってね、これ入り身投げの形ね、これこう見せて、ほらこっちこっち分かってやられちゃないように持って、どうぞってしてもいいよって、そしてやっちゃう、やっつけるんだからね、やっつけ相手のことやっつけなきゃ話になるんだよ、あの相手そういう話だから、だからいつも分かってますできたら、いらないよって、いらない、こう捨ててんの、いらないってことだね、そういうこの手やなのね、だから手持って、両方で持ってて、みんなね、普通はこうやって持ってたから、それで回ってきて、彼は防御反応が来てるって感じ、そう、で、この足使いたいのね、手使いたいのね、これ、だから、その間に自分が入っちゃった、そうすると倒れちゃったの。そして向こうから落としたんだね、それから、ね、じゃあちょっとやってみようか、やってみましょう、ちょっといいあのちょっとじゃああのね、こういうこと、これね、いらない手なの、いらない手はこっちに来たら来ちゃうんだから、だからこれ捨てなきゃいけないの、捨てるときにね、みんなこうやってやってるんだけど、これ来ちゃうからもらっちゃうの、ほら待ってましたって、バカにやられちゃうの、だから腰を変えるの、腰をこういうふうに、おへそをこっち、同じ方向、相手と同じ方向、それで入った、それがないで手回しちゃったりしたらやられちゃうんだから、ほら次の瞬間こうやってやった瞬間やられて、ありがとうございましたってやられちゃうのね、だからほらすぐこっち向かい、でこの手やばいからこうやって持ってね、やばいのこれ、自分が生き残るためにこうやってやってんだよ、待って、こういう話だから、触ったらすぐこっち、腰こっち、分かる、それがミソだからね、みんなこうやって手やりたいからカッチャンってもらっちゃうんだよね、
もらわないように。じゃあその辺着手で少し死ぬのすごく難しいの。この 手を捨てるってもう捨てるって向こうへ捨てたの。こう持ってきちゃうからちょっとこうやってやられちゃうね。でも捨てたいのよその手。だから捨てるってのは捨てるってのはポーって捨てギュッて捨てたいので、捨てた時に後ろに入ってこうやってこうやって捨ててんのこっち、ほらこれでこれでね、こう持ってないの。捨てる練習もうちょっとやった方がいいかなと思ってこうやってやったら今度こっち捨てるの。こっちちょっとどうなかったとこうやってこっち捨てるの。こっち捨てちゃうの捨てちゃうの。そういう感じね。こうよくないよ。そうこう来てこう来て捨てるの。この手捨てるの。今こっち入ってたのね。押さえてこっち入ってたこれ捨てちゃうの。この手捨てちゃうの。こっち場所を作ってあげてもこっち取り込んで、そうすると頭下がってるから、頭下がってきたところをこうやってやる。分かる？これね、こう出てっちゃうとこの頭下がんないよ。ほらこれ出てっちゃうと、だから捨てちゃう。こっちにそうすると頭下がっちゃう。ほら下がっちゃった。そしてこうやって出てっちゃう。こういう感じね。捨てる練習だと思ってやるの。合気道やってると思ってるとできないから、捨てちゃう練習でこうやって捨てるの。捨てるのこっち、こっち捨てるの。ね、捨てるの。これでこうやって捨てるの。こっち捨てるのこっち自分がいなくなって捨てちゃうと下がってきてね、こうなってんのね。このままだとでもいいんだけど、こういうふうに外っとってな、こういうふうに外すね、こういう形。それ片下したら捨てるの。この捨てる捨てないとこうも上がってるからね。捨てるのこっちで、そう、矢はずでしょ。矢はずでこう持つの。そうこうなってこういう感じね。じゃあ捨てる練習だと思ってやりましょう。